くりみとりまばり。この放送では今週1週間で更新されたみとりまばりの記事を深掘りしたり、週末のイベント情報または、今治市の記者クラブに投げ込まれたプレスリリースなどを紹介していきます。こんばんは、みとりまばりの荒木隆弘です。さて、もうすっかりまだね、宣言自体はされてないですけど、もう明らかな夏の装いを強めてきてますね。暑くなってきました。まあというのもね、もう7月14日なんでね、もう半ば深まってきましたね、夏がね。で、こういうラジオ音声を撮るときに、まあ、一応なんかちょっとしたマイク使ってるんで、他のノイズ的なのをできるだけ入らないようにしようと思って、で、まあ、クーラーとかかけたら、扇風機とかかけたらね、ボーボー風が吹くんで、まあそういう時は止める、録音してる時は止めるようにしてるんですけど、まあ、今日またね、太陽カンカンじゃないんであれですけど、これから止めて録音するの辛いなと思いながらね、今日もバーッと冷やして、その余霊で、30分ほど喋るという耐えの時間がこれからどんどん厳しくなるのかなと思うと、ちょっと憂鬱になりますね。まあ可能な限りノイズ減らしてというか、まあね、めちゃくちゃ高性能クーラーやったら多少音は聞こえにくいかもしれないですけど、そんなにねいいクーラーでもないので、しっかり音が入りそうなんで、やっぱ減らしてね、そういうのは減らしてやっていければなと思ってますが、なかなかね、この季節になると汗だくになりながらの録音になるのかと思うと、ちょっと憂鬱になりますね。まあどっちみち激しい夏、暑い夏がやってきそう。まあね、東京とか関東系ではかなりね、もうすでに30度後半の数字が叩き出されているので、ちょっとよく分かんない気温になってますが、まあ、それぐらいね、今治もなるんだと思いながら、覚悟しながらやっていければなと個人的に思ってます。なんとか暑い夏を乗り切っていきましょう。ということで、今週も三田今治の振り返りからスタートしていきます。はい、まずは7月7日もですね、本格醤油ラーメンの麺屋総が7月7日に市役所近くに新たにオープンという記事を公開しております。まあ、先週の段階でもね、こういうお店できますよというお話をさせてもらったんですが、7月7日にとうとうオープンしたお店が総という醤油ラーメンのお店ですね。で、まあ、オープンしてすぐ行ったので、まあ正直まだね、人はそんなに来るタイミングではなかったと思うんですが、それでも人はね、結構普通に入ってきてましたね。僕が行ったのが11時半とかぐらいだったと思うんですが、もう結構人来てましたね。やっぱり新しいお店にはみんなとりあえず行ってみろ感があるのかなというところなんですが、このね、ランチタイムの、タイムサービス、平日限定のタイムサービスがあるんですけど、この唐揚げセットってあるんですけど、これがね、ちょっとね、わけわからん価格になってますね。ラーメン自体が700円って、もうこの時点でちょっと安いんですけど、もう今の時代になるとね。で、それに平日限定ランチタイムサービスで、まあ、ちっちゃなおにぎりと、唐揚げが1個ずつついてくるみたいな。これ700円ですからね。ちょっとやりすぎないような気がせんでもないんですが、ありがたいサービスなんですが、なんか物価高騰の波に抗ってるなと思いながら、美味しくいただきましたね。ラーメンの方も本当に美味しい醤油ラーメンで、まあなんかしつこすぎず、さっぱりしすぎずっていういいバランスの醤油ラーメンだったなと思います。こちらも美味しくいただきましたし、値段がお求めやすいお値段になっております。まあランチタイム、平日のランチタイムはね、市役所の方々とか、まあ大手の企業の方々とかいっぱいこの辺は来られると思うので、まあバタバタしてるんだろうなと思ってますが、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。はい、続いて7月8日分です。夏の冷やし麺特集、中華そば和の夏にぴったりの海が香る塩そばを堪能という記事を公開しております。この日からですね、7月8日から7月は、8月、7月8ですね、冷やし麺特集をやっていこうかなと思ってます。で、まあ基本的にはラーメン屋さんとか、冷やし中華とか、なんかそういう形の冷やし麺を紹介していければなと思いますが、まあ、そばとかも行ってもいいかなと思ってますね。まあ、冷やしてれば冷やし麺特集なんで、何でもありだと幅は広めに取っておきます。で、まあ、その第一弾として、ちょっとね、興味があったんでというか、これあんまり見ることないなと思いながら行ったのが、中華そば数、千、数字の千の漢字の
を書いて数と呼ぶお店ですね。この美術館の真ん前にあるお店なんですけど、こちらのね、冷やし鯛塩そばですね。期間限定、エビ油香る冷やし鯛塩そば950円。これがね、なんか SNS で見てね、うまそうやなというか、なんか特徴的やなと思って、まずとりあえずこっから行こうと思って、一発目で行ってきましたね。1日限定15食なんで、かなりレアアイテムになると思うんですが、タイのマリネがてっぺんに乗ってると。で、エビの唐揚げもあって、でエビ油も乗せられてて、卵もあって、トマトもあって、で冷やし麺です、チャーシューですみたいな、いう感じでね、かなりバラエティ豊富な冷やし中華そばですね、冷やし麺なんですけど、美味しかったですね。なんかここでしか本当にあまりねこういうの食べる機会ないんですが、なんか本当に海の幸をラーメンに詰め込みましたみたいな、まあチャーシューあるんでね、それと融合って形になるんですけど、タイがそのまま乗ってるってあんまないですからね。これも含めて美味しくいただきました。美味しかったですね。やっぱ夏のね冷やし麺やっぱありっすよね。食欲がね暑いとね出にくいので、こういうさっぱりしたものをねどんどん取っていくのがいいのかなと思います。続いて4月9日分です。夏の冷やし麺特集、中華そば中華そば八平の冷たい中華そばも替え玉永遠に無料ですと記事を公開しております。こちらね、今治で替え玉無料といえば八平ということで、玉川にある中華そば八平さんの冷やし麺です。冷やし中華そばですね。僕はもう替え玉永遠無料っていうことを ずっと知ってるので、結構な頻度でね行ってた。最近ちょっと行ってなかったですけど、もう一時期はまあ毎週行ってたぐらいのここの八平オタクでしたけど、で、まあ、あんまりね冷たい方食べなかったんですが、まあ、今回冷やし麺特集ということで冷たい中華そばを頼んできました。こちらのねお店のメニューはシンプルで、中華そば一つです、メニュー自体はね。で、あったかいか冷たいかと、麺が細麺か平打ち麺か、もうこの2択かける3しかないので、めちゃくちゃシンプルです。で今回は冷たい麺特集ということで冷たい中華そばを頼んできました。で僕はねこれ取材のあるなしに関係なく肉おにぎりを必ずね頼むようにしてるんですが、このセットも完璧ですね。美味しいですね。まあこの1回だけかな、かつて冷たい中華そば食べたことあるんですが、これもね本当にさっぱりした中華そばで、ネギたっぷりで、なんか寒い暑い時期にめちゃくちゃ合う、こうパワーが出るような中華そばだと個人的には思ってます。で当然ですが、冷たい中華そばでも替え玉は無料なので、何回でも替え玉はしていただけます。僕マックス、一番初めに来たねプラス2なんですよね。大体はプラ1しか無理なんですけど、プラ2行ったらもう限界ですね。いける人おるんかな、プラ3とか。なんかいける人おったら教えてください。でこの冷たい中華そばも美味しくいただきました。で細麺と平打ち麺もどっちも楽しむという形なので、ぜひ皆さんもね、まあ、ちょっとこう朝食の方には厳しいかもしれないんですけど、替え玉1はぜひ行って2つの麺を楽しむという形で八重を楽しんでいただければなと思います。はい、続いて7月10日分です。夏の冷やし麺特集、人気ラーメン屋さん麺部達成の夏季限定中、夏期間限定の冷やし醤油が登場と記事を公開しております。こちらは皆さん大好き、麺部達成ですね。今はワールドプラザだけのお店になりましたが、ワールドプラザの隣にある麺部達成です。もうね言わずと知れた、未だ行列ができますからね。店舗広くなって座る駐車場もねワールドプラザにも止めれますし、広くなったんですけど、やはり行列ができてしまう人気のラーメン屋さん麺部達成も冷やし醤油をスタートしております。こちらもね、特徴的なのはチャーシューですね。大きなのが2枚入ってるんですけど、もうその2枚こうちょっと薄めのチャーシューを、器いっぱいに2枚広げて、もう麺を隠すという作業にまず入ってます。で、そこに真ん中になるとこってトマトを掘って、冷やしにトマトはあれなんですかね、デフォルトなんですかね。でもあれか、
そっか、冷やし中華確かトマト入ってますもんね。大玉トマトを切ったやつ入ってるんですが、ここは多分湯むきしてマリネっぽくしてるのかな。まあ、あの正直僕はトマト食べれないので、あの残す形にはどうしてもなってるんですよね。あのこれから先冷やし麺特集しますが、トマト結構な割合で入ってるんですけど、あのすいません、全部それは食べれておりません。はい、なんであのトマトの味付けに関しては正直全く分かりません。はい、でもなんか多分調理入れてると思います。でかゆ割れネギという形で、ちょっとね濃いめの醤油、冷やし醤油ですかね。うん、で細麺のねつるっとした麺がかなりね冷たい麺にあって、暑い時期にぴったりのね冷やし醤油だなと思いますね。これもね美味しかったですね。なんか冷やしってなるとちょっとなんかラーメンの良さ消えるんちゃうか論が僕ちょっとあるかなと思うし、な個人的にも結構あるかなと思ってたんですけど、もうね美味しいです普通に。あの違う食べ物ですかね、あったかいラーメンでちょっと違うラーメンみたいな感じで思っていただくと美味しくいただけるんじゃないかなと思いますが、麺部達也さんの冷やし醤油もめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひこちらもね、もう期間限定8月末まではやるみたいなこと言ってましたけど、9月末までやるかどうかちょっと微妙なところだと思います。ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。続いて、7月11日分です。毎月1組限定、三谷まばりがウェブ SNS 活用のズーム量産などにし、個人でも法人でも可能と劇場を公開しております。こちらも毎月定期的に募集させていただいている三戸今治の、まあ、SNS 相談しませんかという無料相談の記事でございます。ご興味ある方はぜひ、記事からチェックしていただければと思います。続いて7月12日分です。暑い夏を吹き飛ばすミルク氷が楽しめるベルドゥールカフェのかき氷を堪能と、いう記事を公開しております。まあね、しばらく冷やし麺言ってましたけど、冷やし麺もね氷点下0度以下のものではないですからね、あくまでね凍らないですからね。まあ冷やそう、体を冷やそうと思えば凍らせろというところでかき氷をいただいてきました。まあかき氷特集もね、6月と5月から6月にかけてかなりいろんなお店を紹介しましたが、ベルドゥールカフェのかき氷も美味しいかき氷です。まあ皆さんご存知、今治町の目の前にね、あの緑が生え揃った中にベルドゥールカフェがあるんですが、こちらのかき氷は4種類ですね。どれもミルクかき氷としても氷自体がミルクになっているという形で提供されているものです。で、4種類はいちごかき氷、白熊風、まあいろんなこうフルーツミックスみたいな形ですかね、と抹茶とチョコという感じで4種類あります。今回は抹茶を楽しんできたんですが、抹茶も氷自体が全部抹茶なんですよね。だからシロップが抹茶というわけじゃなくて、かき削られてるもの自体が抹茶で、でその半分丸々クリームかかってて、その上にあんこなんで、もうね甘さのあれですね、爆発ですね、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよねこれね、うん、ぜひこちらもお楽しみいただければと思いますが、天気いい日はね今治城を見ながらねゆっくりのんびりとお楽しみいただけるんじゃないかなと思いますが、ベルドゥールカフェはねパンケーキとかスイーツもめちゃくちゃ豊富なので、いろんな種類あるので、ぜひそういったね他のメニューも楽しんでいただければと思うんですが、夏はどうしてもねかき氷行きがちだと思うんで、かき氷も4種類あるんで、ね、どれも美味しそうだったんで、ぜひいろんなかき氷をお楽しみいただければと思います。続いて7月13日分です。夏の冷やし麺特集、骨太味覚の冷やし中華がスタート、トッピングも豪華に夏の風物詩をという記事を公開しております。こちらもね、僕の好きな、まあ、なんていうかな、ラーメン屋さん全部好きです、まあ、はっきり言ってどこのラーメン屋さんも結構頻繁に行くので、好きなラーメン屋さんってことになるんですが、好きなラーメン屋の一つ骨太味覚も冷やし中華が、なんとこれはねゴールデンウィーク前からスタートしてますね。夏季限定っちゃ限定なんですが、夏い時期限定なんですが、4月の末から冷やし中華がスタートしております。こちらの冷やし中華ね、写真見ていただいて分かるんですけど、まあ冷やし中華と呼ばれる要素は遠目から見ると、まあ、パイナップルぐらいしか見当たらないですね。普通のこう混ぜそばっぽいイメージがちょっと強いかなという感じですね。マヨネーズとかいろいろたっぷりだし、鶏肉のチャーシューだし、明日も乗ってるし、
なんかちょっとカラフルだしみたいなっていうところで、意外とこうなんか冷やし中華感はないんですが、しっかり冷えた麺で冷やし中華です。味も冷やし中華です、ほぼ。はい、ぜひお楽しみいただきたいんですが、あんまりねちょっと僕注文するときメニュー見てなかったのが、なんかねトッピングがね串とかなんですよね。見ると豚串、普通の豚煮の屋台風にっていう豚串と、串オセロっつってうずらの色味の違い、多分これあれですかね、通常うずらと煮卵みたいな、煮うずらみたいなのオセロだと思うんですが、白黒白黒でと、そのミックスという形でトッピングに串を用いてるっていうね、結構なんかあまり見ない感じで、でこの骨太骨流冷やし中華に関しては、赤激辛黒冷やしミックス冷やしみたいな感じで、いろんなバリエーションもあります。めちゃくちゃいろんな、なんていうかな、楽しみ方ができるというかいう形なんで、こちらもねぜひお楽しみいただければなと思いますし、まあ本当にここでしか食べれない冷やし中華かなと思います。背脂とかねマシマシでいけますからね、野菜もカチで盛れるんで、うん、そういうのをぜひいろいろオリジナルのね冷やし中華の楽しみ方をしていただいて、骨太味覚の冷やし中華もお楽しみいただければと思います。以上、今週1週間の水戸山張りの記事の振り返りでした。続いて今週1週間で届いたプレスリリースを紹介していきたいと思います。まずは7月10日分です。人命救助感謝状贈呈、今治海上保安部では令和5年6月15日午後4時5分頃、今治市今治港東防波堤灯台から新方位168度、約870メートル付近の海上で海中転落した子どもを発見救助した功績により感謝状の贈呈式を行います、ということで、日時は令和5年7月4日金曜日午後3時から今治港湾合同庁舎で行われるという形です。すごいですね。はい、続いて7月11日分です。令和5年度2年生総合的な探究の時間 ZEST 課題研究産官学講座実習実験イベントの実施について、違う、実習実験開始イベントについて、今治西高等学校では、総合的な探究の時間を総合的な探究の時間を ZEST の名称で実施しています。2年生に関して今年度は学問の魅力をテーマに11講座に分かれ課題研究に取り組んでいます。産官学講座では今治市で大内今治 NTT コミュニケーションズのサポートを得て28名の生徒たちが食品ロス削減をテーマに課題研究に取り組んでいます。講習データ分析をもとに5つのグループが次の日程で実習実験を行いますと。日時は令和5年7月15日土曜日10時から12時まで、再々規定にて、内容はスイカとメロンと夏、ちょっと待ってまだ捨てないで、まあ、フルーツを使っておいしく、食ロスを減らそう、まあ、食品ロスを減らそう、老若男女でにぎわう再々規定へという感じで、いろんな取り組みを明日ですね、明日土曜日にされるということです。続いて令和5年度第2回今治市地域公共交通活性化協議会の改善について、日は令和5年7月19日13時30分から今治市役所にて行われます。議事としては多摩川地域乗り合いタクシーの運行等について、今治市地域公共交通計画の更新に関わる基礎調査の実施について、モビの運行についてということで行われるということです。続いて7月12日分です。 SDGs 納豆の2ハート、これなんていうのかな、己に書く絆道場作品展開についてこれあれですね、ルビ欲しいですね、これプレスリリースはね、難しいなと思うところに関してちょっとそれをやっていただきたいなと思うので、ちょっとなかなか読めないです。丘の上カルチャースクール展示場にて行われるということですね、展示会が。続いて、肝臓品企画展太平に咲いた江戸文化会社のご案内、今治市公の美術館では下記日程により太平に咲いた江戸文化で今治市指定有形文化財の、伝統さ高気質、あったかな、源平合戦屏風風、源平合戦図屏風、殿下の昇進筆、中国人物
図屏風を公開いたしますということなんですけど、まあさっきのと同じようにルビをくださいと、文化的なね、ものがバックグラウンドがない男に関してはちょっとこれ読めないんで、多分これ毎回ね、取材行ったら聞かれるんじゃないかなと、まあ調べてるんかな、みんな分かんないですけど、うん、ルビ欲しいですねと一言言っておきます。はい、続いて、末永新写真展、海賊を連れて、あっとんかな、これ誠、末永誠、うん、今日はちょっと難しいのがいいですね。かつての村上海賊が見たであろう景色を失われつつある瀬戸内の原風景を探し求めて8年ほど撮影し続けてきた作品群海賊を連れての発表を行います。今回の展示会では長辺2メートルほどの大サイズの和紙に印刷した作品を10点ほど展示します。大型の和紙の作品と別にフィルムを暗室で手焼きしたオリジナルプリント20点ほどを自由に手に取って閲覧できるスペースも設置する予定ですとなっております。日時は令和5年8月11日から18日午前9時から午後5時まで今治市河野美術館にて行われるということです。あ、この末永さんという方は、あ、末永さんという方なんですね、は今治市出身の方みたいですね。独立後は是枝監督作品の怪物のポスター撮影や一世三宅のビジュアル撮影などの映画ファッション広告の分野で活動ということですね。あ、末永誠さんですね。これは全部ちゃんと書いてくれてました。ありがとうございます。はい、続いてマイマックスタオルの帽子原画展で回転式&ギャラリートークについて、マイマックスタオルの帽タオルの帽子原画展の回転を祝して回転式を行いテープカットを実施します。原案の伊藤幸恵さん、幸恵さんによるギャラリートークを開催しますということで、日曜令和5年7月22日土曜日午前10時から行われるということです。これでも絶対名前とかルビ振った方がいいと思いますけどね。振ってください、僕のために。はい、続いて、民話朗読コンテスト in 今治2023、玉川の民話を読んでコンテストに挑戦、記念すべき第1回、大人も子供も参加できると。民話朗読コンテスト in 今治2023は令和5年8月15日火曜日にて行われます。火曜日に行われます。応募資格は小学生の部1年生から6年生、一般の部は中学校1年生以上から大人まで、インターネットから申し込みが可能ということのようです。続いて7月13日分です。今治市電子図書館の学校連携事業、市内小中学校の全児童生徒約1万人に対し今治市電子図書館利用 ID を各学校を通じて発行し、子どもたちが電子図書館を利用できるようになります。児童生徒に一人一台配布されているタブレットを活用、子どもたちが学校や自宅等で気軽に電子書籍に触れる機会を提供することで読書環境の充実を図ります。子どもたちの電子図書館利用促進に向け、一度に何人でも読むことができるアクセスフリーの児童書10点をワンパッケージした児童書読み放題パックでを今年度8パック導入し、児童書コンテンツを拡充しましたということです。いいな。令和5年7月20日から開始されるということです。続いて、今治土曜市にて障害のある方の作品展三角美術館を開催します。一般社団法人三角が運営する、生活介護事業所三角山では今治市最上市の障害者の方が利用する福祉施設と連携し、今治土曜市新橋商店街エリアにて一晩限りの美術館三角美術館を開催します。当日は、みんなが表現者をテーマに、普段絵を描かない人たちと絵を描く人たちが描いた絵展という展覧会を開催し、障害のある方と障害のある方が利用する施設のスタッフが描いた絵を混ぜこぜに展示することで、観覧いただいた方に上手下手という価値だけにとらわれない豊かな視点を提供できる展示とする予定です。同展示会以外にも地元のアーティストによる作品展示や音楽ライブ、光の演出、福祉施設で作られたうどんやこだわりの料理の出展などもあり、土曜市と港町にふさわしいにぎわいの空間を作りますということで、日は令和5年7月22日土曜日17時から21時まで今治市の、新町商店街にて行われるということです。続いて7月14日分です。第1回キララしまなみカラオケ大会、趣味を通じて高齢者の生きがいと健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と健康でふれあいのある街づくりを目的として開催しますと、主催は今治市老人クラブ連合会で、
日、我が年8月19日午前9時から午後1時まで行われるということです。続いて令和5年度屋外広告物除去除却について、令和5年7月21日金曜日に令和5年度屋外広告物除却を実施しますと。内容は今治市の美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止、きれいな街づくりに寄与するため、違反屋外広告物、主に電柱に貼られた貼り紙の除却を行いますということです。続いて、お盆期間の高速道路における渋滞処分について、本指板というのが出ております。ただこれ結構、今治に関わるところは、あんまりこうピックアップされてないっぽいですね。渋滞お気をつけくださいということですね。はい、続いて今治ブランド戦略会議第17回を開催します。日は令和5年7月21日金曜日13時からテクスポート今治、2回にて行われます。令和5年度事業計画案及び収支予算案についてと、アイア今治の方向性について、快速の改正についてということが議論されるようです。続いて令和5年、海の日海事関係功労者大臣表彰の伝達式を開催。7月13日に国土交通省から報道発表がありました通り、令和5年海の日海事功労者等表彰、海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰部門におきまして、岡村小学校と亀岡保育所が表彰されますということで、開催日は岡村小学校は令和5年7月19日水曜日11時から、亀岡保育所は令和5年7月21日金曜日13時30分から行われるということです。以上、今週週刊で届いたプレスリリースの紹介でした。ということで、今週もウィークリーミートに回り終わっていこうかなと思いますが、冒頭にね話しましたが、クーラー止めて、発音してるので、発音してるクーラー止めて、録音してるので、今30分弱ですかね、経過してだいぶ暑くなってきております。これがあと10分20分続くと、汗が出るよというのが容易に見て取れますね。ずっと喋ってるので、ほぼ合間なく喋ってるので、カロリー比較的使ってるんでね、汗もかくよねというところで、体温も上がるよねというところでご理解いただければと思います。で、最後なんでね、ちょっと個人的な話もさせてもらうと、来週ようやく新しい施設のオープンができるかなというところです。アホみたいに長い時間、僕の想定からおよそ1ヶ月遅れてオープンという形になりますが、なんとかオープンできる目処だったので、来週あたりにオープンしようかなと。で、初めはちょっとね、プレオープンみたいな形でゆるりとオープンして、8月ぐらいから本オープンみたいな形に持っていこうかなと思います。新しい施設なんで、ちょっとね、なかなかなんていうかな、いろんな不具合、不都合も見えると思うし、ちょっとまだ完成してない部分も結構あるので、そういった部分をちょっとずつ手入れしながら、8月に本格オープンに向けたものを、作っていければなと。どこよりもね、ちょっと面白そうなとこにしていきたいなと思ってますんで、これはね、乞うご期待というところで、水戸今治も来週ぐらいには乗るかな、来週再来週ぐらいですかね、水戸今治の方でもご案内はさせてもらおうかなと思います。新しい施設作るのはすごい楽しみですし、どんな、ね、人が来るのかっていうのはね、施設作ると別に自分ら楽しいのはいいんですけど、他の人たちがね、新しく出会う人たちが増えるので、そういった方々とね、どんな新しいこうシナジーコラボができるのかって考えると、ちょっとワクワクするところですね。ぜひご期待いただければと思います。ということで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、最後まで聞いていただいたなら、高評価やチャンネル登録などなど、拡散などなどしていただければなと思っています。非常に暑い季節になりますので、皆さんも体調には十分気をつけていただいて、楽しい夏をね過ごしていただければなと思います。ということで、お相手は水戸今治の荒木孝代でした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。